始まりました。ザ・ノイジーズです。どうも、よろしくお願いします。おうす。はい、ということでですね、えー、画面見てのとおり、えー、いつものパッキー小林と梅くんの2人で映画の話をしていきたいと思います。梅くん、よろしくお願いします。といということでですね、えっ、ー、と、もう遥かなる旧作であり、今回、リ、<laughs> なんていうのリイマニ、イマジネーション、何なの <laughs> <laughs> うん、再編集版 大編集版がですねいよいよ公開されるということでこれはあれ,これです、ね、ロッキー VS ドラゴでいいんだっけ、ね、これはロッキー VS ドラゴロッキー4のロッキー4です。という、うん、これをです、ねえー、といち早くもうこれはいいんだよね、いっちゃってね見ました、取材で、はい、もういち早くあの梅君が見ましたんで、まあ、どんな感じだったかどこが変わってるのかっていうのをです、ねまあ、ざっくりと。 今日ですね。まあ、あの、梅くんから、<laughs> <laughs> 伺いたいと思います。<俺>よろしくお願いします。丸投げかよ <laughs>。<laughs> だって、俺見てねえもん <laughs>。いや、しょうがないですけどね。ロッキー4は見たけどね。<coughs> あの、ちょっと。うん。結局、ロッキー4は、まあもう、俺も、本当忘れるぐらいストーリー、ストーリーが簡単じゃん、なんか。うん。とりあえずもう、あの、まあ、くたびれてきて、 で、アポロはもうほぼ現役引退みたいなところで、うん、あの、その当時のソ連だよね。うん、そこからソ連の持つ、あの、科学技術を使った最強のボクサーがやっ <laughs> なんか、まあ、はい、あれアマチュアなんだよね、一応ね。ある時はなんか。あ、そうです。プロじゃないです、まだ。で、それが、えっ、ー、と、まあア、アメリカにやってきて、で、まあ、ちょっと景気づけになんかロッキーとやりたいな、みたいなことをアポロが見て、うん、何って言って、なんか、<laughs> 俺だってやれるんだって。<laughs> や無理してやったら、案の定、ボコボコにされて、ちょっと、あの、お亡くなりになって、それで、ロッキーがまたね、ちょっと自分ももう、この年だしって言ってたんだけれども、うん、あの、また、ちょっとチャレンジするって、もう、アポロの意思もう、あの、俺たちはまだやれるんだってことを証明するためにってことで、ドラゴンに挑戦して、勝つみたいな、なんか、<laughs> そんなすごいストーリーで、<laughs> 本当あれだよね、もうん、一人はもう、科学技術使って、もう、全部、あの、 数値を継続してやるのですかって言って、で、ロッキーの方はもうとにかく誰もいない山小屋をちょっと用意してくれって言って、どっかのところ行って、そこで丸太やったりとかなんかこうやってバーッと雪道をランニングするんだけど、勝つみたいななんか、自然対科学っていうね。最高ですよ何回見ても忘れるぐらい、あこれは楽しいけど、何回見ても忘れるなって。 いや、最高ですよ。いや、ほんでね、まあまあ見たわけなんですよ。うん。これ、だからもう、売り文句が、今回。えっと、と、もともとの映画が91分。うん。で、オリジナル版が91分で、今回のやつが94分。マジでそうそうそう。そ <laughs> で、そのうちの半分ぐらいが、あの、別の映像に差し替わっていると。あ 尺はほぼ変わらないんだけどもう完全に中身が半分ぐらい構成が変わってるんだそう,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 そうだからもともとね普通だったらこういうのってディレクターズカット版つって元のやつを残しつつ増やすとかじゃないですかそうだね尺を増やすとかほぼ同じなんですよね今回 <laughs> 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 でまあそれでそのまあどんだけ使ってないね映像があったんだよっていうことなんですけど、うん、これがね不思議なのがねあのおほぼ同じなんですよ 変わってないんですよ。だから本当に、ロッキー、<laughs> ロッキー4なんですよ。なんだけど、あの、当然そのカットしてるとこもあるし、あの削ってるとこもあるし、うんうん、増やしてるとこもあるんですけど、もうやってることはもうロッキー4、本当に変わらない。それがすごいんですよ、<laughs> だから。不思議なんですよえ。じゃあ俺が言ったロッキー4の話の印象が、編集を変えて少しシーンが変わったとしても、見終わった後はやっぱり今のロッキー4と同じような印象なのなだ,だから、 えっと、要するにそのド,ラドラマをより濃くしてるんですよ。ロッキーとドラゴンとアポロの3人の話によりこう入り込めるような構成に変わってるんです、うんうんあ。ってことはあの最初に出てくる変なロボットのシーンとかそかにカットされてるう。そこなんですよ <laughs>。あいつ、あいつ1秒もつってなかったですよ。<laughs> <laughs> 全活動がいなかったって。<laughs> ということは、あれだよね、あの彼のシーンがほ結構、カットされてるってことだよね、あの<ん>あれ、なんだっけ、あの一緒に一の頃からやってきた、あの彼、ーーはい、いますよね、うん、いるし、ちゃんと彼のいいシーンは残ってますああのあの、これがこのロボが俺の奥さんなんだよみたいな、あの、どうでもいいシーンんだもうスが <laughs> やはりあそこ、なくなってた。<laughs> そうなんですよ 俺たちの大好きななシーンはやっぱいらないら久しぶりで見て爆笑したけどねよくないん <laughs> <laughs> でね。ああいうだからやっぱあの当時そのスタローンのインタビューでああいうなんか流行りというかちょっと未来感みたいな、うん、当時の流行ってるような流れをあの選択し,しちゃったと当時は。今改めて見たらこれじゃねえなっていうふうに思ってたしんですよね。<laughs> <laughs> で,でその残ってたフィッテージを見るとなんで俺はこっちを使わなかったんだと。うん、で改めてじゃあもう一回ちょっとあの編集し直したやつをやりたいっていう感じでやったみたいです今回は、ねあ<ー>うん。だから本当にねすごくねテンポも良くなってるし、うんうん、より,よりそのちゃんとドラマに入り込めるような内容になって変わってるんで<ー>これはこれで面白い。なる,ほどね、なるほどって感じでしたね。うん <laughs> あそこのロボットのシーン結構しつこいからね長いじゃないですかそこ結構うん、うん、そうそうだからあそこも出落ちでおしまいの方にところどころ出てきてなんかあの結構アピールするからねあのロボね奥さんぶりを何かそうそうそう,そう,そうだからそうあのロボが出てくるくだりは一切なくなっててあとはもうちょこちょこあの オープニングがちょっと変わってるとか、終わり方がちょっと変わってるとか、うん、そういう、だけどやってることはもう間違いなくロッキーーで。えやもうこれね、ドラゴンのドラマが増えてるとか、そういうのあんのあだからちょっとその、やっぱり印象というか、そのよりドラゴン大変だよな、みたいな、うん、感じの <laughs> ように思いましたよ。だからちゃんと、だからあ、あのなんだ、その、トレーニングシーンもちゃんとあるし。うん うん、山登ってドラゴンもちゃんと言いますし <laughs> そういうのはちゃんと登ってより <laughs> うだなんですかね、うん、完全版っていう言い方もちょっと違うよなとは思うんですけど、うん、もうあの時代のあのー、なんか恥ずかしいところ全部,かなんか全部カットした、ね、そう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 <ー>でこういろいろこうねこう経験を積んできたスタローン監督としても経験を積んできたスタローがうん、うん、改めて作ったらこうなるっていう。 <laughs> 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 えてことアポロとかもじゃあ少しああいうなんかちょっともう俺だっていけるんだぜみたいなじゃなくてもうちょっとなんか少し悩んでるところとかすごい増えてるの,あのもちろん,ちろんあだからあの、うんね、やれるんだぜのその含みの中にはもっと違うこともあるよなみたいな、まあ、もっとそのいろんなこと考えたらだろうみたいなね、うん、っていうのはまあ<ー>いろいろそうより深く。 なっているという感じですね。とともうジェームズ・ブラウンのところがカットされたりとか、なんか当時。それは大丈夫でした。<laughs> 大丈夫でした。<laughs> <laughs> あの、あれさ久しぶりに見たら、すごい腹立つよね。あの、<laughs> あの、ドラゴンの気持ちになってくるよねな、んか,あすかみたいな。<laughs> ずっとあの時棒立ちですよね。<laughs> なんかね、ムカつくよね。あの、なんかショービジネスになってさ。<laughs> <laughs> <laughs> こんな夜ぶっ倒してやるってなんか気もなってきたんだよね <laughs> いや。だからね、これね、 早くあなってことは、うん、あまりにも自然すぎてねわかんないんですよどこ変わったかっていうのがああちゃんと見てからいかないとねそうそうそうだから別に初めて見る人は全然もうこっからでもいいですよって感じですよね。こっち見てもっていう。いやもうあの前ののロッキー4のなんか あの,あの当時のミュージックビデオ風の編集がすごい多いじゃんなんかずっと曲が流れて、うん、スローモーションとなんかちょっともう、うん、使ってあんまり昔の MTV みたいなのいっぱい流れる、うん、あんな感じで作っちゃってるじゃんうもうちょっと、ね、あのあのほら途中でドライブシーンでさこう曲かかって、うん、あの走馬灯のように改装するシーンとか、うん、ああいうところでもちゃんと残ってるんですよああ<ー>、うん、だからねその一緒にいたそのロッキーの達人みたいな人に。 うん、あのに聞いて、ようやくあそう,そうだった、あそこそうだったんだみたいな <laughs> ああ、あそこ変わってたんだみたいな、そういう感じでした、僕 <laughs> からすると、僕ととそんなにロッキー好きだけど、<ー>そこまでじゃなないか、うん、ロッキー4を少なくても、うん、なんかちゃんと前日に見ていかないと、もう変わったことにはあんまり気づかないまま、うん、すごく自然です。 じゃあもう分かりやすいのは本当ロボのシーンがないっていうところだね。そう,そう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 。<laughs> あ、いない。<laughs> あいついなくなってる。<laughs> まあ、あ<ー> <laughs> ひどかったからね。あれ、久しぶりに見たら、これはないわと思って、もう多分ここをまずカットするのかなと思ったら、やっぱりそうだったんだ。 あれはだってね、うん、きっとね、当時リアルタイムで見た人もそう思ったでしょうからね、きっとね。あ、もう当時も半笑いだよね。まあその後なんかちょっと話が盛り上がってくるから、多分みんな忘れちゃっただろうけど。<laughs> うん、じゃあまあ、ああ、なるほどね。まあ一番結構なんかロッキーシリーズの中でもちょっと、すごい派手めだけど、調子ぶっこいとる感じもするからね、ロッキー4の頃ってね。うんうんうん。うん、もうイケイケの感じでしょ、ね。そう,そう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 。って <laughs> ことは、あれじゃないの ロッキー5とかも作り直せんじゃないのこれに、似て <laughs> どれぐらいあれですよね、その未使用フッテージがあるかによるんじゃないですか。ぇ <laughs> って最後はストリートファイターでボックボクにして<だ> <laughs> それが中継されて、ね、終わりで <laughs>、<laughs> 息子、やっぱ息子最高って、なんかもう全然よくわかんなかったから、ね、なんか、ロッキー5もちょっと見たけど <laughs>、うん。<laughs> ロッキー、新ロッキー5。 <laughs> <laughs> 実はちゃんとリングで戦ってるシーンありましたみたいな感じでああまああれも <laughs> まあ多分あるんだろうねどっかに使ってないフィッテージがいまだにいやだ,からだって今回だってさっき言いましたけど42分の未公開映像ですからねめっちゃ残ってんじゃんって多分だからもっとあるわけですよきっとねってことはもうあれすごいね一応ない あの同じようなカットだけで別アングルから狙ってるやつに差し替えてるってことっていうのもあるし、まるまる新しいところも、初めて見るようなとこもあるしっていう、へぇ<ー>、うん、だからおもいです、だから多分ね当時の多分予算が潤沢な映画だからこそできたやつですよね、きっとね、これはね、うんうん、タイトな現場じゃないから、きっと、でもあとね、<laughs> 音がエグかったですね、めちゃくちゃ音良くなってて。<laughs> <laughs> も,うもうサラウンドになってたし、うん、うんなんだっけな、俺もスタローンインタビューで言ってて、当時4チャンネルが今回100ンになったっ,って、それでもう音源もできるだけぶち込んだってことなんだ、改めて。結構じゃあ、手間かかってんね、そしたらね。いや、すごい、だからちゃんとちゃんとやってますよ。改めてロッキー4をちゃんと作りましたっていう。うもう相当 コロナで暇な時に見直して相当恥ずかしかったんだろうな、んかね。きっとそうでしょうね。<laughs> な、なんだろう、あのロボット。<laughs> <laughs> なんであのロボ俺、金かけて発注したんだ、みたいな。<laughs> <laughs> なしなしっつって。<laughs> <laughs> あれが面白いと思った俺って何なんだ、みたいな。<laughs> すごいね。もう、じゃああれだ。うん、あのー、ロッキー世界のジャージャーが消えたみたいな感じだかね、じゃあ。 うん、だから本当、別にほら、ロッキーボーって、別にだめな映画じゃないじゃない全然面白かったよ。うん、ねえ改めてこういうことをやるっていうのは、初めての経験ですよね、こんな映画を見れるのはね。<laughs> 最初の拳がぶつかるとこが CG になってるって、そういうのはないんそこら辺ではぜひ劇場でご覧ください。ず <laughs> ら <laughs> ーン自分の目で確認していただいて <laughs>、果たしてあのパンチはある残ってるのか <laughs>。<laughs> 残ってるんでしょだってあれがなかったらある意味ロッキー4じゃないよだって俺からするとのよ予告でもねあの象徴的に出た、ね、るしかもちゃんと爆破してるからねあの時代だからへえ、うん、んか楽しみだね、うん、これからいや面白かったこれ間とするとさこれから「新乱暴」とか「新乱暴2」が <laughs> <laughs> 実はもっとね、あったんですよみたいなあのさ、なんだっけ、最後の戦場の時も、ディレクターズカット版で結構話、話の構成ちょっと変えてるやつがスタローンやってたりしたからさ、逆にあのディレクターズカット版のほうがえ、なんか、劇場公開版よりもえぐいシーンカットしたりとかね、映してなかったりそしたね、結構、スタローン好きなんだね、最近。 まあ最近ってもう十何年ぐらい前からだろうけどいやだやってほしいですよねそういうのをやれる作品あるんだったらあるんだったらねうんああもう増えるよりはいいかもしれないよねうんうんやね <laughs> いや,ねいやだから普通になんかねそのもオリジナルから20分ぐらい足しましたみたいなうん、うん、ゲスでも全然いいのにもかかわらずこの選択を取ったかっていうね かあーなるほどね、もう相当なんか取ったら、なんかこれじゃウケないとか思ったもんか、ね、な、その当時のお客さんに、そういう人物描写とかやったら流されたっていうのがあるんじゃないですかね、まだ。それ,それ受けたら、じゃない、ロッキー4の新生ロッキー4を見た後とだったら、あのクリード2はもっと面白く見れるのかなあかもしれない。 そう、まだお前見てないんですよ、クリーズス、はい、あ、まだ見ないんだ。<laughs> あのさ、なんかドラゴンのところが、まあ、想像するにあれからひどい目にあっただろうなっていうところから、背負って影の不審がある部分が描かれてるんだけど、うん、今回のやつ見たらもっとあれなのかな、そこが素直に見れるのかな。いや、ああ、でもまあ、そうですね。より、 ちょっともう一回だから僕、この後はクリード2でも見直そうと思ってるんで、もしかしたら変わってるかもしれないですよね。初めて見るのいやいや、見てもうっていいでクリードのキャラクター時代に俺、全然あの全く思い入れがないからね、なんかねもう申し訳ないけど。いや、でも、あドラコはね、やらかしちゃいましたからね、言うこと聞かないでね、あの時ね、うるせえって首までこう掴んじゃって、こうねあげく負けちゃったんよ いやまあだけど、まあ話的に言うと、まああれでしょ、なんかもうやっぱりボクシングってのはやっぱ本能でやるもんだみたいなところでしょ、うん、だからあれは、ロッキー4はまあよく言ってみれば、まあ負けるんだけども、うん、だから,ほらね、最後にロッキーがね、私が買われたんだから、あなたたちも買われるって言てたじゃないですか、<laughs> うわーっ <laughs> つって、ロッキー、ロッキーって。<laughs> あの人は、ね、変わってないよね。 どうしよう。まあ、これ、まあ、やばかったらカットでもいいですけど、内容的に。まあ、いや、いや変わってないですよ。ん変わってないです、もちろん変わってないです。ああ<ー>。うん、なんかあの、ロシア国民がじーっと黙ってるだけとか、そういうのないの <laughs> ないです、ないです。ちゃんと、喝采受けてます。<laughs> 喝采受けてるんですけど、あれがなくなってるんですよ、息子へのメッセージが。へえ。ー、あの、きっと今、寝てると思いますけど、みたいな。 ジュニア、メリークリスマスみたいな。そこがね。なくなってました。そう。ってことはあれか、やっぱりちょっと、なんかシリーズが進みてると、息子の存在が邪魔になってくるから、もうすでに抹消みたいな。<laughs> <laughs> そういうことじゃないと思いますけど。<laughs> やっぱあれじゃないのファイブがあるんじゃないの新生ロッキーファイブがなんか。<laughs> <laughs> 息子の,の関係をよりこう何かい、ね。 俺も久しぶりにさあの収録するからちょっと見たけど、まあ、ロッキー5はひどいねあれは、ね <laughs> あ。あと僕も初めて見たぱあれは衝撃でしたね,本当にね <laughs> あれロッキーのシリーズの中で一番ひどいんじゃないの5がなんで なんでこうな、これで、よしにしたんだろうっていう、同資の人たちは。しかもさ、あの、まあ、あの、ボクシングの弟子になるやつ、うん、本当にさ、この前見たけどさ、むっちゃ悪い顔してるよね、な、本当な。<laughs> 全く感情移動できない、ただの、本当に悪いやつだよ、なんかね。性格超悪いっていう。<laughs> ああ、そう、いや、ロッキー5はあるんじゃないのいろいろ撮ったシーンが。 なもうこれでね、評判よければきっとね、素材が残ってるんだったら、ちょっともう一回っていうのがあるかもしれないけど、あ,あそんなにあのもうあれでしょう、画質も完全に綺麗な状態でしょ、めっちゃ綺麗でしたの未使用しあのプリントっつっても、多分それはもう一回、まあどういう状態で保管されたか分かないけど、うん、もう本当にもうバリバリの新作みたいな感じになってるわあでしょあ、まあ、もちろんね、そんなあの当時の質感ですけど、ね、もち,ろんもちろんちゃんとちゃんと綺麗にはなってましたから。うん そうか。スタローン、その路線か。<laughs> 過去の自分の出た映画をもう一回作り直す自分でもう一回作り直す <laughs> 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 まあ、編集権がな、まあ、乱暴だと編集権がないのかな、1とか2だと。なんだろう、やり直すとしたら、でもやっぱり予算がどんどん上がっていった終わりのほうでしょ、多分 <laughs> まあね。だからそう いや、まあ、前だけど、うん。ロッ <laughs> キー、ロッキー、ランボ3。ランボ 3? <laughs> <laughs> ランボ3は手当てできないんじゃないかな、あれはもう。<laughs> 取り直さないと。<laughs> こんなに変わるってぐらい変わったら面白いですけどね。<laughs> 無邪気人がいなくなったりとか、なんかね、もう。<laughs> 選手たちに捧ぐとか思いっきり書いてあるからね、あれね。<laughs> まあ,あとはトラウトマン大佐がもうものすごい活躍するようになってるとかなんかね、編集したら。<laughs> 一人で帰ってくる。<laughs> 最後、ガシッて二人抱き合っておしまいの <laughs> ひどいね、それも。<laughs> それで抱き合って初めてランボー3って出るの。<laughs> <laughs> あ、これはランボーだったのかっていう感じの。<laughs> それ、やばいね。見たいね。なんかね。トラウトマンが一人で頑張って帰ってくる話。<laughs> ねあの人だってね、もともとは戦士なわけですからね <laughs> そうそう。もちろんそうだよって。<laughs> ランボを鍛えたぐらいの、ね、男だよね。ず <laughs> ーぶんやれるはずですよね。いやー、それいいなー <laughs> ランボはそれでやりようがあるかなあれ、ミッションのシーンがあったとして。<laughs> より、より傷口を広げる結果になるかもしれい まあなんか一番なんかドラマ分部分を取ってればわかんないけどツーはもしかするとねああいうバカアクションじゃない形でもしかしたらやれるかもしれないねまあ取ってればの話たけどね、うん、いやー見たいなこのシリーズ新シリーズね <laughs> スタローの新シリーズまずはあれでしょうロッキー5でしょやっぱり手当てするとすれば <laughs> そうですね <laughs> 印象が全く違いが出来上がりました なんか考えるともう一個別のエンディング撮っててもおかしくないぐらいはちゃめちゃになってるじゃんあれなんかうん一回撮ったら試写か本人がこれじゃあつっていってなんかいろいろ考えたあげくストリートファイトみたいななんかさ <laughs> <laughs> ドン・キングぶん殴って終わるってい一番夢がないからなロッキー5は本当に でもあれがあるからほら次のロッキーロッキーバルボアがこ光るわけじゃないですか <laughs> もうダメだと思ったら傑作になって帰ってきたっていう最高傑作が出来上がってしまったっていう <laughs> やっぱあれだとねあの5があってからなるほどね,ですからねいやもう俺も見放してたからねロッキーなんてほ <laughs> んとにうんあんなに号泣するとってう <laughs> まあやだやっぱ普通、うん、まあね まあ普通そんなにひどいし、ひどいしね、作品出来ではないけど、うん、まあやっぱ4まででしょ、やっぱみんな盛り上がるのは。うねうん、で5で3。3、4じゃないですか、やっぱり。そうそう。それで忘れたくなって5で。うん、で、なんかもうちょっとダメだろうと思ったらもうぼみんな泣いたみたいな感じじゃないですか。<laughs> 映画がいったら <laughs>。<laughs> いや、さあ、ロッキーザ・ファイナルの、まあもうほらエンドロールとかまあまあ反則じゃないですか、あの。 楽に決まってんじゃんっていうね、あんな <laughs>、いろんなねファン、ファンたちがこうやってやってるところをこうね、ね <laughs> いやもうね、びっくりしたからね、本当ね、もう、ランボーとロッキーをね、ねあんなにやってくれたと思ったら、なんかランボーはね、ちょっと俺的には、なんか少し、なんかどうしたんだみたいな感じになってたからね、せっかく最終作作ったら。ああのあれそのれそ

もう震えたような劇場本当。<laughs> 俺もね、本当にはもう今はない歌舞伎町にある映画館行って、なんか、もう、あんあもうこんなに乱暴でまた盛り上がる瞬間が来ると思ってなかったからね、本当ね、震えて出てきたから、なんか <laughs> 完全なるキラーでしたから、ね、<laughs> 乱暴は <laughs> ジェイソンと同じ部類になってたと、ね。いや 最初はただ蛇を捕まえてくる男だった、わけなんか途中からもうあのスイッチが入ったら、もう。完全にあの皆殺ししたからね。もうあそこからね、うん、若い次の世代に向けてのエールがあの機関銃の玉だから,から。<laughs> <laughs> 頑張れーっつって。<laughs> <laughs> っって <laughs> いや、だって、あのシーンさ、あそこあって、あそこからまたね、降りてくると思ったじゃないですか、みんな。<laughs> 崖降りてきて。 みんなの目の前で行ってもう一戦みたいになるとまさかあそこから全員殺すとは思わなかったっ、ね。<laughs> それでね <laughs> あの分かりやすい役が来るとそれをね体真っ二つだからね横一文字にハロサインでゴロ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  <laughs> を出しながら転げ落ちてきました。<laughs> いや本当ね最後の戦場で本当ねあの戦場においてのあの場所取りの大切さってことをよく学ばせてもらいました。<laughs> <laughs> やはりコーチが有利っていう <laughs>、まあ。コーチは有利だよ、ほんと。昔から戦場ではね。それは間違いない。こんなにも、ね。うん、いやー、なるほどね。えー、<laughs> まあまあ、もうあれだね。じゃあ本当にあの <laughs>、好きで見てるけれども、そこまであの、なんかもう全カット覚え、全身をちゃんと覚えてるぐらい見込んでない限りは、もう多分、 見てるうちに変わってるのはなん,かなんとなく分かるんだけど、ロッキー4、もともと見てたロッキー4と本当に見終わった後は変わらないっていう、もう爽やかな興奮があるんだかね。最初ね、僕もね、よし、じゃあ動画が変わってるかみたいなモードだったんですけど、普通にロッキー4を楽しんでしまっていたので、途中から、<laughs> あ、いかにいかんって、<laughs> <laughs> いかにか、普通に映画を見てた、今、俺は。なるほどね。<laughs> いやー、そっか。 ちょっとそうやって言われると、まあ、映画館はまあ,あれだけどちょっと円盤欲しいかな出たらいや欲しいだからもう本当ね、うん、吹き替え版も上映してくんねえかなって本当には思っててなああだから無理でしょうね撮り直しがどっか入るんじゃないですか、ね、まだ狭間道夫さんはまだいけるんじゃないかな吹き替え僕どっっちかてね佐々木勲 なんでね。そこどうあ、まあ、分かれるよね。ロッキー、あの、ランボーもね、<laughs> 何人かいて。まあ、はい、ロランボー、俺も佐々木さんだよね、俺ね。あと、デモリションマンね。デモリションそうそうそう。やっぱり、あの、ブルルルルルーみたいな。なんてかわかんなくなるちょっと瞬間があるのが、やっぱりいデモリッションマンは、あれは申し訳ないけど、源田鉄翔さんじゃないんでね、俺の中でね。 うん、そうそうそう。ゲ太さんも結構ね、スタローンやってますからね。うん、もうあのね、佐々木さんの、おう、おうというのはね、やっぱり合ってるよね。そうなんですよ。んか僕もね、あの、何人かいる、この吹き替えの方が好きな役者の一人ですか、やっぱスタローンって。<laughs> まあ、佐々木さんもまだいけるんじゃないかな吹き替えやってくれてたりたら。そうですよね。うん。まあ、あそうね。うん まあ、劇場公約はもちろんあれだよね。あの、オリジナルの字幕スーパーパンだけなんだよね。でしょう。はい。じゃあ、メーカーさん、ね、これ見ないと思いますけど、ぜひ、佐々木勲さんで吹き替え版を作ってください。<laughs> 円盤出すとき <laughs>。ちょっと多少高くなってもいいから、ね、だから、佐々木版、狭間版も両方、ー <laughs> パターン取っていただいて, <laughs> ていだく。これいいね。いや、まあ、買うよ、うん、それやってくれたら。まあど、どっちど、お二方どっちでもいいけどさ。 まあ佐々木さんがね、一番やってほしいけど、いやー、そっか、はい、ぜひぜひ、ぜひもっとね、お願いします。じゃあ、ーカーさん、ぜひ吹き替え版をよろしくお願いいたします。というん、ことで、梅くんどうもありがとうございました。皆さんもご視聴ありがとうございました。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。